足の後手なんですか。
死ぬから今度そのマットのやつ入れるから爪切りもないですか爪切りはない爪切りだよ光る歌舞伎町って言ってるの。もうマッチャンやるからいい。いい光を見て。出た。ここら辺さ、入ってくとこ見たけど、あれどこ行ったの？北ばっかり。ベンチョ太郎の宮城くんが入るとこ見たの。見失った。書いてないし、わからない。結構暑いでしょ？机みたいないの？ここら辺近くの
ね、前の、ね、電波あるんだけど、ここに電波を置かないとやから、ね、ここなんか置くやつなかった。ないよ。でそれは危ない。危ない。これ何なんですか。ここ？前の電波。破れてこれだ。検査法みたいな。もう。検査法みたいな。いつあれだよ。何？前な、俺パソコン用のあれ持って持っとってんな。あ、テルそれであんの？最近持ってきてる。出た。なんで？ちょっと通常なんで、みんなで走ろうちょっと軽くこんな体温めて、もう始まったらじゃあすぐ行けるよね。配信まだ撮ってないですよね。まだ一応やっちゃうんで、やっちゃおう。ちょっとステゴー2やります。よし、よし、もうコンクリから温めて、めっちゃおるぞ。新しい宗教団体。いや、違う、確かに俺やばい。これやばい、これだけ YouTube 上げないと完全に頭おかしい。そうです、このままみたいな。でも、見てよ、見てもらって、見てもらって、自分の経過のあれなのか。このサイドステップは、こう、自分試合してるつもりです、僕は。足を交差しないよ。足の幅がすごい。こうじゃないよ。あの、この反対側。また回って、自分でクルクル回って、反対側、向こうの反対側。お前の上で回るからね、普通に走ってやって。これは実況しちゃったらいいの？うん、いや、実況しなくていい。しなくていいよ。しゃべらしてくれよ。そう、実況して。じゃあ、いじるやつはじゃ実況以外ねえもんな。いや俺は参加しないでしょ。さっきカレー食べても気持ち悪いもん。ほら、ワイプで自分の顔ちっちゃく出せるじゃん。ちっちゃく、それはいいでしょ。前はやるね。それできる。それやる。それやってるね。これ画面見て、ここだけ映した方がいいって気がするのか。足首に自分で。それは分かってるよ。それは伸ばしちゃって。一人ガチ勢がいるから。そのことないですか。一人超ガチ勢がいる。試合に行きちゃう。夏でみんな壊さないで、これ何時間すんの？11時半まで一応撮ってるけど、11時ぐらいで、あ、これ、そしたら各自腰切り、あの、ぶつかんないようにして、こっちはね、あ、体まっすぐ で、これも20秒ぐらいやってたら、この反対が、それ2回ずつやってる。腰結構やるから、腰やったらあれですかね。これダメ。ここだと危険だよ。ポカに全部ぶっかけてパソコン割れてませんし。大丈夫か。ベッドの深夜食事になりませんか ね。今日レガース持ってきた人誰いる？はい、二人しか持ってきてないの？三人きゃ持ってきてないの？じゃあそれ回すしかない。ここになんか背の付けがあったじゃないですか。うん、あれでもあったかな。あったと思う。あるし。ヘッドギアはじゃあ2位で、あるやつをつけたい人はつけてる。ヘッドギアなんか死にもいいんだよ。顔は狙わないけどね。ヘッドギアすると、ヘッドギアに守られる人は手でガードしなくなるから。だってまだ試合の何ヶ月ぶりだ、この人たち。顔引っ叩かれる練習しなきゃダメだ、顔引っ叩かれる。ダメだよ、そんなまだダメだよ。まだダメ。ベンちゃんの時は、俺の時に事故起こったら困るよ。ヤチ君、サルです。俺が練習するときに、1個ぐらいは。そうね、そう、ジュールコースのグローブさ、捨て物ワードにさ、次配るじゃないんだよ。やばい、みんなグローブ持ってくる、グローブ使います。やんないでしょ、だってえ軽くやるぐらいでしょ、みんなも軽くやる。軽くやる。ボクシングとか、軽く。うん、確かに。寝技もやってもいいよ、今度総合ルールもあるから。誰ができるんだよ。いや、だって総合ルールもできないですよ、だから俺ちょっと太い力あるだけですから。技術ないですよ。技術ないです。み
かでキックリル基本なんだ、ツーツー。あれ俺だってキックできないのに寝技バイオバイラーできないんだ、半年無理っすよ。あれ充電しとれない、なんいや別にアリでできる人やりゃいいんだから、アリでいいと思うけど。あ、なんか全然ジパが立つ、寝技 OK ですよ、寝技知らなかったことな。あ、今回出てるでしょ、そんなにいいだもんね。誰だったら、ワンチューブだけ、白鬼だけ使える。やるだ、まずいいです。あ、階級は下じゃないですか、めちゃめちゃ下。すげえ、そうなんですか、意味ないですか。カズムさん何時なんですか、これ今80ですね。カズムさん、総合ルールこれはどこでもやろうかなと思う。あ、出してくれるなんですよ。ただ俺、格闘家ではやんないですよ。入っちゃうんですよ、やるの。今日からこいつ2本取ったの。ベンチャーに教わったっていうだけで2本取ったの。陣地ソースのデータもらって。普通じゃねえ、取られる方も普通じゃねえ、取った方も普通じゃねえ。よっしゃ、ギャルのルーナーのやけ。はい、あ、いや、僕総合とかあれです。総合の一緒。いやいや、キックとかもやべ、どうしよう。強っちとかじゃなくて、膝から先をなんていうの、下ボールが来た、ポンポンって蹴るみたいな。無知を使う。パソコンがやばい。ダメ？そこからぶっかけて移動しないかも。マジ？で、見てこう。で、体をあんまりこっちに。やばい、そうだよ。でも、これ最後で言うと、こっちの手はバランス取っていいですよ。こっちの手は体が斜めになんない。そうそうそう。この手は振っていいよ。足と一緒に振っていいよ。そうそうそう。で、ここに体重が全部できない。そのパソコンは借りれない。動画撮ってるから。動画感で、当たりたいのは借りたらスプリットでできるけど、ヒコメッチだったらスマホでいいかよ。スマホ俺は当たんない。スマホでいいか。スマホでいいか。サイドに出たの。さっきさ、カバンの中に今回入れたらさ、タイトってカバンびっちょびちょで、それでガサッとって何か電源使わなくなってる。パソコンに栄養あげたの。誰出そうかな。パソコンに栄養あげたんでしょ。さすがにそうだった。一歩出てきゃっていう。しなくて。俺のせいけど。一歩踏み込んだ。そうそう。え？何だかある。何で何だかある。カズグソ脇締めて、脇カズグソ脇は締めて、脇は、はい、手は作りながら足でバランス入って、はい、手はずっとこうなるよ。わからねえって俺もなんかずっとこうなって、手がいいな、手がいいな、カズグソ最初はいいな、クモがうまいから、クモがうまいから、勉強します、クモがお願いします。なんてうわおぉ綺麗な。あのキュッと誘われたから。おぉ自分足が完全か。まあ、うるさいこと言ったらここまで帰りゃいいんだけど、最初は本体スイッチしてる。 iPhone でも綺麗か。おぉ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 バランスバランスな、バランスな。おぉおぉうぅ、もうちょいね、力抜いて膝から先ポンって投げられるか。もう最後にチュンって言うと、おお最後チュン、おお別のって誰も分かってないよ。もうできない、できない、それしかないから。6番前にサボったの分かりますよ。ゆっくりですよ。携帯でやる。でもあの左かな、左ゲットの時に右のガードがやっぱ下がっちゃうから。右は上手いです。右はちょっとガード、こうなってるんですか。すげー、ここに置いとくれ。フラッチで置く。自分のパワーが強いほどカウンター食らうから。じゃスイッチだよ。エクスビーション、あっちの切り替えてやる。こっちで、あの下の瞬間にちょっと膝の先からボール蹴るみたいな。あれ、でも OBS が見てたよね。これ繋いでできるってもっと走らせる。ミドル蹴れないです。スイッチャスできないからやんね。そのパソコンでログインしたらやばいのか。スイッチャスでさ、OBS やったらさ、モザイクだよ。バグるんですか。どうだろうね。スワッチでもいいから、ね。
でもツイキャスの人集まるからスマホでツイキャスできるから。そうですね。スマホでツイキャスできるから。できるから。できるから。固定のやつでやると危険やばい。俺はやってほしくない。だったらフワッチで、あのツイキャスでスマホで十分。スマホ。そんな動画しかないから。動きが分かればいいんだよ。生放送はいいよね。収録。動画はこれ収録撮ってる。一番ダメなんですよ。カズ君、そうもない、パソコン、はい、ないか、グローブ、あれ、パソコン持ってないの、誰も持ってないか、iPad、MacBook しかないか、うん、和道もないよね、僕、一発っすね、うん、スマホでよくね、スマ携帯で、今日もうしょうがない、画質なんかもう、本当にパソコン壊れちゃった、どうせ引きでさ、あんま映んないで、和道があれ動画綺麗に撮ってくれたからカズ君そうか、はい、グローブその辺のつけて、はい、いセルカボーもある、はい、あれどこにかけてるの14何でもいい、何でもいいですか、あのゴあれの方がいいよ、こゴムになってるなかったら人に借りてるんですよ、ここ Wi-Fi ないよ、ゴム全然ないんですけど、まあ、これいいじゃないですか、それでいいよ、ただ左と左なんです、あ、こうか、あ、足の下になる、はい、左足の下になる、いや、これで、あ、待って、軍曹は八音下だけど、カバンの中に黒になったんです、いや、わかんない、何でもいい、座りが八音下だタイトルは何ですか、タイトル、どれ練習か、カーリングレッドレッション、カズムさん、もし出るってなったらジム通う？いや、やりますね、まあ、出れるってチャンスもらえるんであれば、やりたいです。出る練習会、ボクシングボクシングではないです、格闘技だ。みんな並ばないですか、スタート。OK、じゃあジャブって言ったら、左に入ろう、はい、まあ、周り好きなのある、はい、ここにそう。どれ練習会、うちはあるんです。スパーリングでいいの？それ練習会スパーリングでいい、みんなじゃあ映る、してないっすよ、最初映るのコントロールですよ、野球と一緒で投げる時もう抜くじゃん、スーパーそれと一緒でもう出したら力抜いて当たる瞬間だけカッと抜いて、もう無限的にはそう当たる瞬間だけ最初から抜いて、そうあれスタートまだ？なんでこうやってこういうふうにカウンター来るからすぐ戻すとかないと打ってこうやってたらめっちゃ張りしそうだでしょ、そうこれじゃんこれ脇を締めたから脇開いてるとスタートみんなスタートしよう、みんな集合して乳首ダメだよ、ついてすよ、うん、だからこれで誰か隠してここまでかぶれる、さっき来てた方がいいよ。セフォームで。ズームのかな。あ、あの練習の時は来ます。はい。基本外カメでやるけど。ズームカメ。まあ今は普通に。顔ズームなんかで。みんな。あれだけだ。サムネだ。サムネだ。すげえ長くせえこれ絶対。でみんなツイッターで拡散してるんです。寝てる。ツイッター俺のツイッターに載ってる。最近の光の遅刻率すごいですね。100% だよ。俺はデブですよ。同じよ。なんか昼間あったんだよ。で今から寝るって言ってたから。いやないでしょ。4時ぐらいにあって。光がやろうって言ってたの。ね。でどれって光の企画って言って。やれ。もう一回やりたいですか。ゲックスするんだ。そのために。あっさり。いっぱいじゃないんだ。何言ってんだもん。みんな前に来ない。おじさんって何だろう。ウルバリンみたいなのかウルバリン前じゃないですか、みんなもっと前に落ちる、結構すごいメンツだね、今日すごいメンツだね、すごいメンツだよ、隠れてるしな、みんな俺は隠れてるやつ、もっと前に自分の顔を確認して、なんで遠慮がちや、みんなもっと前に自分の顔映ってる、顔映るわ、いっぱい空きがあるよここら辺、もっと前ここの空きとか、俺のバイクが後ろ映んないですよ、あんま前で映んない、さすがにしゃがむしゃがむしゃがまない、ちょっとしゃがんでもらったらいいかもしれない、そうしゃがんで上がオッケー、いや、くもくギリだね、入ってるそこ入ってるいけた、いくよ、
電波3つやけど、いけるかな。いける、いける。そこにパソコンだとね、かくつくかもしれない、電波3の。OK。OK。OK じゃないですか。じゃあ、しやすく人にしゃべってて。はい。これはね、急遽引かれてるリングの外に引かれてるからとりあえずちょっとでもみんなで会話してから始めよう。なんで何のこっちゃか分からないでしょ。じゃあ自己紹介から。これ一応捨て頃の2の伏線でいいの？関係なくはない。まあ多分出たい人が来月からじゃあ先行したとか。ああ、そういう感じでやってくださいな。はいはい。そうそうそう。
ね、今日はスタートそれでステゴロ2がそうじゃないですか、めっちゃステゴロ2エントリーしたんで、あ、ちょっといいですよ、ぜひミューツーと戦ってて、誰と戦うのか、まだ決まってない、まだ決まってないです、あ、まだ出れるかどうかも決まってないまだね、じゃあ予定みたいな感じで、じゃあよろしくお願いします、足出てないです、はい、じゃあ誰かに蹴りしてる、じゃあ曇りだ、はい、みんな拡散した、拡散来た、拡散しよう、またでも出る予定なのか、でも今でもいろいろ問題で、ね、呼んだ本人が遅いっちゅうね、そうそうそう、だからちょっと次は、うん、それはこういうスポーツでは全然思いっきりやっていいけどね、スポーツじゃない時に投げたらもうあとは大砲だよね、大事ですよ今一番ね、まあ、ここではもう思い存分暴れちゃって自分の暴力を振りかざしちゃってみたいな、ね、ここでもダメだ、いろいろありますから、先生のことでやるんだよね、まあ、今日締めるんですか、打撃でも組み合わせでも、一応その、やっぱり、相撲界の脇を刺されるとか、先行ってないじゃないですか、ここ喧嘩してたら、そうだね、あ、俺今日 T シャツ買ったんだよな、着ようかな、着ようかな、 T シャツ、また違う感じ、春から来た、いつもどういう感じやってるんですか、あ、もう3投手で、結構名前は別にその、ジムしてそういうの結構多いから、あ、ベンちゃん、動くの簡単見るから、ついでになっちゃう、そうなんだ、お弁当さんですとか、さっきの話だとかしないよ、お願いします、すいません、何回か単語されてますか、はい、俺もやってくる、今日は、やめてたら話があるからいいんちゃう、お願いします、はい、今日はあるね、みやびくん、よし、はい、はい、とりあえず自己紹介したいと思います。よし、じゃあ今日は名古屋から来たのかな、一番なんか格闘技っぽいよね、名前からして見た目が、名前見た目だけで、でも実はあの格闘技初心者みたいな感じで、そうそうそう、でちょっとかじったのかな、多少若干、それは何の競技、いやあ、キックボクシングが一応やどれくらいやってるの、1年半ですね、全然じゃあ経験した時にブランクあってステゴロワさんから、そうですね、人間でもケルチャンピオンが見たけど今日は仲間としてね、はい、あの誰と対決するか分からない、こんばんは、ケドロ、これでクロスイヤーね、大丈夫ですか、ちょっと並んだぞ、ね、おしゃれもこっちの真っ白で、俺でも黒い方やけど、ね、クロスイヤーね、日焼けサウンド行って、そうそう、踏み込んで、それじゃないと焼けないよ、そこはね、現状も広い、踏み込んで、あ、でも白くなってるめっちゃ白くなってくるね、前夏らへんの真っ暗やでね、ステゴロンっていうね、真っ暗やでね、もう汗だくで、まあ、いっぱいありましたけど、はい、体がアップしてね、アップして、はい、あれからでもあんまり運動しないんで、あれからは、ジムの方通って、あのステゴロン終わった後、うん、でその、通って、ね、で4回ぐらい行った後にバイトンと一緒に遊んで、あれって、取り込んで23回行った、そんな大怪我したんですよ、まあ、あの時すごかったね、それね、それそう、ありがとう、じゃあ、ヒカル君がどれ行こう、しかして他の人ね、結構みんな空いちゃうから俺が行った方がいいかな、こっち行こうね、自分のいつも機材じゃないから、はい、じゃあどれさんね、今日はね、ここいつも使ってるジムみたいなやつが、なんか挨拶が、まあ、今日怪我ないよ、結構人数来てるんで、ねえ、シチュエーションも多いけど、10人ぐらい来てるんで、まあ、怪我が、おー、落ちた、おー、あ、待ってください、怪我出てないよ、怪我出ないよ、アングルが変わって、久しぶりに俺も急ぐよな、高いっすかね、言われたから、本当は俺ね、映画館行くわけやったから誘われたくて、あ、それにボディを入れると、これ大丈夫か、大丈夫か、充電ね、オッケーオッケー、はっはっはっ、あれからでも鍛えてんの、はっ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 、収録収録収録鍛える、あんまでも最近配信しなくない、毎日ちょっと毎日やってる、毎日やった上に収録、どういうよ、あ、どうも、どうも、
前よりポップアップしたもんね、まあ、パンプアップだよ、ポップアップしてもしょうがない、ポップアップ、パンプアップで、でもでかくなったよね、配信者の距離を超えてますどこに目指してんの、あなたは曇るよ、曇るよ、コツワドも、ぜもう疲れてるよ、仕事ありますもう、じゃあ次ヒカルはいる、ヒカル今日具合悪いんだ、具合悪いんだ、今タイミング今自己紹介してるから来てほしいんだよな、ヒカルにしてるか、じゃあヒカルは後で、じゃあこっからじゃあ移していきましょう、今現状と曇るのでね、充電しながら懸念かもしれない、これはまずいよ、間違いない、最近はあれこの辺危ないかも、あ知らないから、家電とかはリーチ長いし、意外とセンスあるから、はい、もっとスピーディー、あれごめんごめん、ずれちゃった、インタビューうまい、ちょっとあんま倒してないんやけど、ちょっと傾いちゃう、低い、自分のちょっと打ち出しちゃう、自分の顎の高さ、もうちょっとこうなんこう、あ、上から行きたいね、蹴ってその前に出るの、足止めないの、洗えばもしかしたら見てごらん、こういうふうにこういうふうに踏み込んで、あ、いや、ここの距離だからだよ、踏み込んで戻って踏み込んで、えいじゃあ広いよ、そう、奥の足もついてる、そう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 、そう後ろ足で蹴り出す感じ、最初はやりづらいの、そうそう、ちゃんとやる気満々じゃん、とりあえずこっから腰をひねって、こっちの膝をこっちの膝にぶつけるイメージで肩で送り出す、こっちそう、よし、マジで、うん、いいじゃん、脇を締め、脇を開かない、うん、広い、さっきのワン、ツー、
ちょっと画質が悪くなります。流れて流れて、最初のファンは当てられる、ここを2で近い。そう、多分これ流れ的に言ったら最初俺とワド君じゃない。いいっすか、いいっすか、あ、わかります、はい、じゃあ行きます。はい、軽くだよ、目鳴らしだから、目鳴らし反応するんだよ。いや、もうちょいゆっくりで、もうちょいゆっくり、最初だから、そう、それぐらいですよ、お互いパリングしたり、ほらほら、ワード強く蹴ったら返されるよ。ワード君、今パパと今、ちなみにね、アイシャ続けてきた。はい、どうした今、ワンダーと一緒に、はい、もうちょい、もうちょい、もうちょい抜いて、まあ、もうちょっと力抜いていきましょう。はい、そうです、そうです。ちょっと、ガードガードガード、ひたすらよく、ひたすらよく打たれると、怖がる。ガードガードに近いです。顔はなんか、ふうに触るぐらい。もうちょい抜いては、やるぞ、もうちょい抜いて、もうちょい抜いて、相手が止まったらもうこうなるから来ても、追い込め、追い込め、よし、下がらない、下がらない、自分は下がらない。あと1分、1分だぞ、ワド、動け、動け、動け、ひたすら動け、膝頭に下がらない、つけてないじゃん、膝頭に。おい、ワド、そうそうそう、すげえな、もうすげえな、ひたすら動く、動く、自分の好きなように動く、待たない、待たない、相手の動きを待たない。打たれたら痛いのは相手も同じだから。俺の枠で打たれて痛いから、それは怖くなってたんだよ。分かった、本調子で打たれて痛いから、ラスト30、自分がコーナー背負わないよ、自分がコーナー背負わない、回る回る、回って返して。そう、ワド、ワド、冷静でいいよ、冷静でいいよ、冷静でいい、そうです、そうそうそう、顔だけは重くやったらダメだぞ、相手も来るよ、下がらない、そう、ラスト10秒、10秒、はい、
が自分が。ちょっと待たない待たない。疲れてるの一緒。オッケー。じゃあ最後で握手してね。最後は。じゃあクモン。はい。クモンとじゃあ脱ぐ。はい。はい。ちょっと待ってください。全然僕用意してなかった。すみません。熱くならないように練習だからね。はい。終わりまで。誰かコンテできるか。スネとブローとこれでいいか。最初マスクでなんも当たんない距離で。やっぱ熱くなっちゃうんだな、みんなやると。そうだ。まだ意外とうまかったね。まだうまい。まだうまいのか、みやびが忘れちゃってるのか。すげえ、まだ、さすがに取りすぎだよ。みやびくんが。酒ばっか飲んでんの。酒飲んでうまいもん食ってる。あ、だからグローブ始まったね。なんでもいいよ、誰かに借りて。うん。グローブ。ワドに借りてもいいですか。数が少ない。さっきも腐ってたんですよ、俺使ったグローブ。ワド誰かグローブいいですか。あそこの下にあるやつ。いや、腐ってます、ね。俺は誰これ。まあ、パンチョン顔はちょっと。カズグンソ、もっき言っちゃダメだよ。カズグンソ、何も言ってないから。体格差があるから。顔に触っていくよ。はい。顔に触る、触るだけ。でも、あの、モリはちょっと強いに言ってた。強そうだよ、ね、名前が。名前からして。でも、油断するとリーチがないからね。えっはい、カーン、カーンやって。そうそう、そのぐらいさんお互い興奮しないで、そう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 、勝つそのぐらいで、そのぐらい興奮しないで、練習だから。あれ別に反則じゃないけど、スパーリングでそこまでやんなくて。あれ勝つ、勝つ、勝つ、何も知らない状態だ。スピード出していいよ。そうだよ、喧嘩だとスピード出して絶対やんない。そうだよ、スピード出すよ、パンチのスピード出すよ。さっきやった、そう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 、さっきみたいにパンチのスピード待たない、待たない、自分から、自分から自分からよ。な、今日はこれぐらい、これぐらい、これぐらい、今日はこれぐらい。よくパワーあるからな。あんまり熱くならないで、そうそうそう。カズが来たら避ける、もう反射神経で避ける、もう俺のイメージで。クモは打たないでくれてんだから頭の位置を上げてくれるから。ちょっと触っていいよ、顔に。ちょっと少し落ち着いて、顔いいよ、少しのやつ。おっ、おっ、筋的。ちょっと、ね、ちょっとタイム。うっセンスいいね。自分の手が長いんだよ、パンチだとパンチ。パンチを出せ。バッチ、バッチだからね。おぉ、いいよ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 、ワンツーだぜ。おぉ、いいね、コンビネーション。いけ上手、いけ上手。もっとパンツだぜ、手長いんだ。そう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 、カズマさん、もうちょい前傾してるよ。残り10秒。お最後動く、10秒動く、10秒動き続ける。なあ、避けるから打って大丈夫なんだって。避けるから。カズうまいやったっけ。はい、カズうまい。ありがとうございます、ありがとうございます。今日これぐらいになるけど、そんなにガツガツじゃないよ。ありがとうございます。フルチャンピオンと、じゃあカズは書いて、カズも一回。えフルチャンピオン。はい。カズとあれ、どう言えば面白いんだな。えどう見やすいの今やる。だね、やれない。クモンリューと、あ、テルさん、そう、バチンコっていう、クモンリューなんで、クモンリューと、スクシローとかやれる、プロテストを受ける、それドキュメントかもしれない。じゃあ、2つの、はい、スクシローの試合、それどボクシングがいい、ゼロから、ゼロから、でいいの、よし、あんまり強く変わりたいと、相手も打ってくるから、あの当てないように早く。何分だった？2分、2分だった。ちなみにステゴロ2やるんだったら2分2ラウンドね。3分3ラウンドじゃない、2分2ラウンドだから。ああ、ありがとうございます。めっちゃ動いてくれ。いや、でもまあ、ある意味ステゴロ2オーディションでもある。オーディションでもないよ、ここにいない人が出るかも。現状が見てるから、これあまりにへっぴり腰やったら出演できないかもしれない。カズブルさん意外といい。ありがとうございます、ありがとうございます。
全部買えばいって DV を暴露された男だ俺一回だから便所さんがなんかこう盛り上げてみたいに言ってた、便所さん嫌いになりそうだったんですよ。じゃあいや違いました、全然違いました。向こうに、はい、今更言ってんなよってもお前やっぱ早かったやれば雲も発汗した、その時言うんだったんやけど、はい、いやそうですよ、いきなり付き合ってたんですよ。最初は2人か足んないか今更言うのは何なので別れて、まあまあこれ当てでもいい、まあ DV はダメだけど、ね、まあいやないっすよ、ちょっと便所さんやめてください、待ってんだからいろいろと思ういろいろ待ってっからやめてください。お願いします。はい、テルパンツやってんなお前とくやん、そう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 、新宿の青壁でも行ってたんで殴られやつ、もう離れしてんだよな。まあまあやってるから、ね、誰かもよけるから大丈夫。テルちゃんのニヤニヤムカつくだと思ってニヤニヤしながらどんな顔してやればいいんだよ、ちゃんとニヤニヤしてる、あくまで格闘でニヤニヤしながらよ、気持ち悪いやるわな、遅くなったなお前前の方が早かったのに、ニヤちゃんニヤちゃんって言われで、そんなニヤでしょ、いくらでおい、ちょ強いんじゃない、顔はちょっとな、あの危ない、歯もやってない、これ何これ何これ何外しちゃうと思うんですよ、テちゃんあれやってんの、あ、よく言ったとわかんないか、モーニングやってる、おはぐろみたい、残り1分もうしんどいな、え、そういった生毛すぎなんだって、ちょっとちょっとこれちょっとしんどいな、パンチが弱いんですよ、サッカーしてるから。皆さん次終わったら次ミットをやってみて、はいよ、あとだな、ナフはもうない、ナフはない7分、あと10秒手で今足が手こうやってるんです、疲れですか、ね、プロデューサー全部やらせてさ、ミットもタイムキーパーもあるうまいもんな、何分回します、2分で、うん、2分2ラウンドぐらいだ、ね、やそれがアップな、カレーでお腹痛いから、でうまくいけそうだったらこの後とタイムキーパー入って、ポカリが喉に、ミット2分それしてれば払いたくないですか、やばいなと思ったもうちょっと払いたくない、いきまーす、2分でーす、
残り30秒。ラスト10秒。5、4、3、2、1。疲れた。やばい。やばいよね。なまって待ってる。使ったやつここ出して、はい、使ったやつ俺は。さっきぐらいね、はい、もう触るか触らないか、はい、相手が来ても、はい、もうその向きにならない、はい、いやいやもう余裕ないからガツンっていっちゃうから全部カバンでびっちょびちょなくてマジか電源つかないんだよ最悪だ。これですね。まあ、カメラアンカーでこっちの方がいい。これですね。全然良かったよ。上がんない。バテてないから。終わった。やってるからずっとこうやる。2分。2分1ラウンド。準備できたらお願いします。それじゃあいきます。スタート。まずジャブな、そうそうそれぐらいですよ。ジャブジャブ。あのスピードはつけていいよ。さって当てなければ。そう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 。お前江戸川代表なんだからな。江戸川代表じゃないっすよ。江戸川が何だろうな。そうそうそう。今日はこれぐらい。今日はこれぐらい。技術の交換だから。まずは遠慮すんな、お前やられんぞ。君にあるもうちょいって言うよ。見た目が格闘技そう、カズユで今のであの自分の何も考えないで自分本能でそう避ける合ってるから、はい、左のミドル気をつけてもらってた、はい、おい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 残り1分おいやられてきたいいねーカズ、気をつけるねー。あのロープ背負ってことは詰められるんだよ、はいはい、回って自分が相手を詰めない、はい、コーナーに入るの最悪だよ。そう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 いいねいいねいいね。そうジャブが長いんだ。ジャブつけるジャブ止まらないんだ。おいいいいい矢部君頑張れ。矢部君頑張れ。残り30。いいぞ、カズいいよ、カズいいよ、いいよ、自分の距離で、自分の距離近づかれたら相手の距離だから、ジャブの距離で、おいいよ。はい、ラストスパート10秒。5、4、3、2、1。すげえ、カズ2回。えっ来たよ、もうゴリマッチョが。はい、じゃあ30秒休憩ぐらいでいいですか。そうだ、はい、1分休憩で、はい、1分休憩入れます。深呼吸。深呼吸。本能で本能で、こんなに黙れてもらった。しんどい、しんどい。やっぱりやらない続けに考えないね。思うようにやって今大丈夫まだ、あ、でもらえますから。まあ出るか分かんない。そう出るか分かんない。うんこれやってたら女の人は知らないけど。いや前に行ってたから。うんあ、そうなの。はい、俺だけ本気で言ったらしない。今ぐらいの初めて言ってた。
畑を作るらしい。僕もともと左利きなんで、誰かな。右利きなんで、だから逆はあの回し蹴りちょっと下げすぎました、ね、下から相手がいない、うん、あの回し蹴りちょっと下げすぎました、ね、なんか強いんだよ、ああいう攻撃もあるんだ、しかも当たったんだ、あ、じゃあ当ててないですよ、いい相手、いい相手、いい相手ね、もう一分いきます、いい相手、もう一分いきます、できれば、はい、はい、もう一分いきます、別のファイトがありました、全顔やっかわいい、あー、うわっ、全顔の差ができるな、だって相手の人、今受け方は YouTube カメラ今僕捉えてますよ、まあ、いや、あれ、これ、僕捉えてますよ、ね、出してみたんすか、ふざけてないね、ああいう攻撃もある、はい、あんまり効果ない、ね、これは何考えてんの、はい、見た目だけで全然効果ない、相手のこの辺参加してる、はい、あ、来ないですか、ペルタンって言うの、いや、この辺を下がらない、ちょっくりこの辺を見て、一番音が良かった、いや、もうなんか違うの分からんもん、自分で全然はい、残り20秒でいきます、深呼吸お願いします、体重重くなってんじゃないかね、いや、多分体重上がってるよ、3キロぐらい太った、78ぐらいやってるじゃん、太ったでしょ、太ってる、俺76、78ぐらい、どうなの、便所でも何キロ、100キロ超えてんの、いや、97、はい、それではいきます、2分間です、よーい、スタート、どうぞ、え、本気でいけよ、ふざけんな、何を言うてんの、本気で死ぬわ、俺カウンターやってる、そうそうそう、ドレさんを感じた、下がれさ、後ろに下がって避けない、回るか、横に回るか、相手の外側に避け方知らないよ、上半身だけでいける、右回りな、こっちのが見やすいです、あのちゃうか、左回るよ、左回りオーソドックスだ、ファウスだ、ね、ニアビーとせ、時計回り、時計回り、こっち映してもんな、こっち見たくない、見やすい、ゴリラゴリラは全然できる、どうそうそうそう、はい、残り1分、足を揃えるとあそこあるじゃんかな、はい、感じも斜めに、そう、ほんかり的にやってそうなの、意外にね、経験者もない、カズさんもっと青しく、青しくて、上を見るような白鳥家っぽいもんね、ねえ、見た目はね、逆になんでやらなかったんですか、パチスロ配信、残り30秒、いなす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 いな、アイドルちゃんとやったよ、だから、これが良いですよ、はい、皆さん、皆さん近いよ、近いよ、スーパー当たる、のけぞれどれ、長いから、はい、ラスト10秒、後ろにのけぞったらパンチ当たらない、ほら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 、まだな、打たれるのが怖いっすね、怖いよ、怖いっす、怖いっす、一発打たれていいから2発返すぐらい、はい、すいません、大丈夫ですか、ありがとうございます、いやですかあんまりない、ね、怖いっすよ、普段ジャグラーの方法しか見てないっすもん、ジャグラーの動きで見れるのパンチの動きで見れるの、いやいや、全然違うっすね、体がもうやばい、もう力が抜けてるよ、もうゆっくりやばい、ありがとうございます、全くやってないからね、やばい、もうブルーさん距離が命で、はい、インファイト入られたらここをさ、どれみたいな、距離もなかったんですよ、はい、なるほど、なるほど、宮部君のパフェとか小さいから、でもね、技術じゃないの、根性だから、お前、江戸川でお前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 当たるところだから俺、江戸川が好きなんだから、好きが多いんだよ、結構バカやってるから、そうなんすか、異変装方の子に準備 OK だったら教えてください、もう江戸川で9人殺しだから、やめてください、僕は竹ですから、全く竹ですから、足立江戸川であんなのしょっちゅうだよ、あんま多いっすよね、多くねえ、あんなこと、はい、まずあの時間はやばいっすけど、え、しまちゃん、俺だから江戸川やな、しまちゃんいる、いや俺やらない、しまもやろうな、次誰かとやろう、あ、いいですか、はい、OK でしょうか、OK、 はい、行きます、2分間です、よーい、スタート、
久しぶりだ。久しぶりっすね。そう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 。で、そしてそうそう。ちゃんとみんな手でさばく。はい。はい。はい。怖いな。そうそう。ちゃんと戻って。大丈夫大丈夫、これ16なんだ。ああ怖えな、やっぱ顎引いたら大丈夫だろ。顎引いたら大丈夫だろ。触るだけだろ。頭に当たるの痛くないから顎引き、顎当たっちゃうと、ピタッちゃうから。顎引き、トレさんとやるとトレさんが顎開けてるスタイルだから。顎つられて開いちゃうから。トレさん、顎ないから。顎ないから。残り1分。残り30でいきますよ。残り30いきます。ポーンって飛んでるから。はい、終わりです。いいですか？最終最後のシーン。いきます。よーい、スタート。お前はお仕置きだ。お仕置きだ、どんこは。お仕置きだ。お仕置きだ。ボディがいいよ。マスだよ。マスってか、いいね、さっきだよ。さっきね。自分の攻撃でやってるの。自分のキックさん、蹴れんな。なんかね。便所がまたオープニングで歌うか新曲用意してね、歌として参加したいね。まあ、わかんない。あ、ブラキラになった。エスケープエスケープ。はい、ブレイク。あ、ブレイクブレイク。スキックで倒すのもあるけど、あれはダメなんだ。あ、ダメなんです。総合はいい。残り1分でーす。お、うまい。最初に戦いになってない。残り30秒。はい、ラストスパート残り10秒。最初はいいね。来た、便所さん。いや、便所さん行くみたいですよ、ドレさん。ドレさんと行く。ドレさんですよ、ドレさん。ドレさん、逃げた。ドレさん、これで負けた、やばい。便所練習からやばい。
キック、ボクシング、どっちで？ボクシングのみで。俺が。じゃあ、ボクシングルール。全然だよ。ドリームマッチだよ。いや、これすごいっすよ、これ。トルさん、息整ったらお願いします。もう大丈夫ですか？それでは、ボクシングルール、2分1ラウンドいきます。よーい、スタート。はい、反則負け。いや別に普通にやれば。ワード。はい。あ、何やります？え、いいよ。本当。じゃあワードはじゃあ光るとね。勝つじゃん。はい。勝つでちょっと。二つやれる？二つ厳しいが間挟まないと。間挟む。うまく手加減してる。いや、そんなもやらないですよ僕は。本気で。やりたいと思わない。疲れちゃう。10キロぐらいの。
あ、いけますか？キックボクシング。キックボクシングで、はい。お願いします。いけます。いいですか？いきます。そうそう、今ジャブよ、ジャブ、今のジャブ、そう、ジャブよ、ジャブでいい、踏み込んでジャブ、そう、それいいよ、それすごい、プロブロ、あ、出たロブロ、ワドちゃんの、パールカップついてないですか？止める、これ止める、これ止める、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 はい、止まりました。軽くなんか熱い感ね。どんな熱くなっちゃうね、一人が熱くなる。もう10秒で。はいっす。はい。1分20秒から。すごいよ、そのジャブがすごく。そう、それすごい。もうむしろそれだけ打つよ。そう。ワードワード設計戦だよね、だから膝はもう触るだけね、はい、30秒よし、もうナイスナイス、すごいいいぞ、手足が長い、すごいいいぞ、背中向けちゃダメだ、背中向けちゃダメだ、そう、逃げろ、逃げろ、そう、いなして逃げろ、うまい、おいワードガード叩くな、あ、相手がどんな相手でもタックルに来たよ、そうそうそう、ラスト30、はい、しもさっきのジャブでいいぞ、ジャブつけ、踏み込んでつけ、いいな、あそう、踏み込んでつけ、はい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 、体力はい、ラスト20、頑張れしまはい80、ラスト10、はい、はい、じゃあまたちょっと休憩の、はい、俺結構回ったね、ヒカル、ミヤミ君、カズトとカズ君、もう本当にカルト、まあ、強いやつだね、これ調節ボクシングでいきますか、どっちもいいよ、ボクシングで、いや、お前決着軽くていいですか、いや、あれはね、決着軽くだよ、俺も使ってしまう、いいっすか、それで最後来るんで、もうやんないで、はい、もう最後にさっきよりちょっと上げていい、やってたけど顔立ちあんま、ボクシングも疲れるよ、マジっすか、ねえ、手だけお前ずっと動かすな、足やりましょう、足やりましょう、ダンスバトルで、いやいや、待ってください、誰か足本当に超軽くだよ、本当にやる気になる、やっぱり指輪してるし、ピアスとかもしてるね、大体どうやろ、こんなチャラチャラしてできない、あと1番ぐらいですね、はい、いきます、だから何しようかな、バッと打ったクモンかもしれない、現状は打たせてる、なんで余計なんだろう、嬉しい、体調悪い、シュランうまいよお前、あのジャブがすごいんだよ、踏み込んでるし長いじゃん、あれなのすべて、うまい、じゃあ行きまーす、軽くね、もう体慣らすまで、はい、ちょっとヒカルが体調よく、はい、行きまーす、
カズでもスピード上げていいんだよ、当てなくてもパッて、パンチはパッて出していいよ、から避けるから、引から避けるよ、そう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 、もうちょいパンチの交換、お互いカズは特に光が避けるからパンチ打っていいよ、はい、そう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 、光の練習になんないから速いパンチ、光基礎できてるから大丈夫、そうそうもらわないから、おいナイスカウンター、ナイスカウンター、光も全開していいよ、力じゃなくて、そうそうそう、そういう体のウィリン、打球使って、そう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 、ナイスナイスナイス、カズ行かないとやられると、やられると、まず喧嘩だと思って、行け、お前江戸川そんなもんか、お前殺す殺すって言ってそんなもんか、江戸川行け行け、殺さへんぞ、お前謎の江戸川を見つけた、軽く行けって、その前は煽ってとかある、パンチだぜ、パンチ、パンチだ、パンチ練習しよう、おい、ナイスか、いいよ、いいよ、光るいいよ、膝は当てないけど、膝のな、感覚もな、詰めたら、うん、いいよ、いいよ、光るいいね、光るいいよ、いいよ、いいよ、お前やっぱ動けないっすね、動けるな、そのローキックの後、すぐパンチにつなぐ、蹴ったら、当たったら、顎守りしてる、そう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 、ナイスナイスナイス、顎を守らない、はい、タイム、ありがとうございます、もうダメだね、それでそれで練習こんなもん、まずありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、いや俺気持ちで、ミヤル君が用意できたらミヤル君トークも、でも一番ヒカル君が熱かったやめてください、スパリング中、いや運動神経やっぱりいいから、ヒカル君とか多分俺熱くなかった、もう一回やっとったんだろうな、ちょっと僕もこう打ち返しました、もう一回やって、やつやつやつ待ってください、次回次回、そうだ、次回これです、これ、まあ、何勝ちにしてるの、はい、ちゃんと練習ちょっと一回して帰るか、全然してる、はい、今そんなとこなんですよ、まあまあ、多分そうなんですよ、この画材恵まれてるってすごい嬉しい、俺なんかヒョロフラやから筋肉つくるし、真面目に練習って、真面目に練習ってやろう、すぐだよ、どれさん、なんでカットしたら僕は吹っ飛ぶんですか、そう、バランスだからね、バランスが悪いから本は消化されないから、そのままできてる、ちゃんとキットさんに会ったらすぐ可愛がってもらうよ、マルタン大好き、普通に話するぐらい、俺は食べてない、俺聞いてるだけ、真面目にやりたいって言ったら、今日再会したけど、たまたま会ってね、そこで会ってなかったから、今日だから俺、朝方まで飲んでて、夕方4時まで寝てたんですよ、で、僕、で、帰ってから入んない人って言ったら、普通に2割とかそのぐらいで立ち上がった、プレゼンバーって終わって、おぉ、こんな配信しちゃった、できるよ、できたから、いいわね、お互い、撮影ってでも明日にはしない、 YouTube の編集予定だったんで、それが明日にくれ下がって上がったかな、ね、もう何だっけ、疲れてたんだ、わざわざ来たんだ、これメインで来てんすか、はい、半端ないですよ、ここ壊れるけど一皿ね、あ、そうですね、一皿明日も終わり、明日も終わり、明日も終わり、じゃあ予定つきつきじゃないですか、はい、お疲れ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 、はい、いくよ、大丈夫、二人とも、大丈夫です、いきます、あ、待って、マウスピース割れていいか、ない、ちょっと待ってください、あ、顔当てないっすよ、でもダメだよ、まだ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 、すごい、あの、曇る意外と外が甘いから、ボコンってこっち結構微妙なんですよね、空気がほんと温度差がここで、そう、そうです、配信がオフ、めっちゃオフだこっち、リングはオフだ、みんな静かやね、この配信めっちゃオフだ、ね、誰も喋ってなかった、びっくりした、すげえ無駄だ、俺しか喋ってない、こっち一番無害者、めっちゃオフやん、ミヤル君もう今日最後や、全部、はい、全部出して、はい、映しちゃいけないとこ映しちゃったから、誰の女、もうちょいパンチ早くってよ、あの、こんにゃく、そうそうそう、それでいいよ、何、うん、じゃあ、あの女の子って言ったらうるさいの、
ックマンも体重差と考えるミドルキックだからミドルバンバン蹴ってるよ。ローもミドルも散らしてミドルはいいよ、ミドルいいよ。おい、ナイス。おい、左のミドルいいね。あ、左だ、ごめん、右のミドル。そう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 、そう、オッケー、オッケー。そうそう、マスの時はそれでいいの。マスの時はそれでいいの。おい、ガードがちょっと低いよ、クモン。返事バスそれもう一度見たい。ミヤルク行っていいよ、ミヤルク行っていいよ。そうそう、ナイスカウンター、クモンナイスカウンター。おいいいよミヤルク、さすがさすが。クモンガードが前からあいことこんだよ。見切れてるつもりでもガード上げとか、片っぽ上げとかない。喧嘩っぽい。それもいいと思う。スイッチするときの靴を上げとかないの。おい、ダメダメ、体重差あるからダメ。30秒ミヤル君、ワンラッシュ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 、パンチでラッシュ、ラッシュ、そうラッシュ、ラッシュ、コーナーだからラッシュ。そう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 。おい、ナイス。おい、クモンナイス、クモンナイス、クモンナイス、おい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 、クモンナイス、クモンナイス、10秒、クモンナイス。熱い。おい、ナイス、いいぞ、いいぞ。二人ともいいぞ。ハイタイム。はい、二人ともよく頑張った。オッケー。いいスパーリングだった。じゃあ、窓誰とやんの？最後はあれだ。カルグスもう一回できる？もう一回ですか？ワドってやったっけ？やってないですよ。いやいや、ワドを、ワドを使ってください。はい、使ってます。はい、決めましょう。で、クモンが準備できたら最後、クモンと、全員でやるの？あ、違うか。全員疲れる。今何時？今は22時、27分。27分、もう終わりだ。あ、じゃあ21時まで、あ、23時まで。30分。それじゃあこの後、あれクモンとヒカルやって、まあ終わりかな。お願いします。じゃあ、ワドーとカズ君さ、はい、パチンカさんの新庄、あれ蹴りうまいから、はい、パンチ使って、パンチすごいいいね。パンチで頑張ってます。聞いてます、聞いてます、聞いてます、すいません、すいません。足、足ですよね。はい、足パンチだよ、パンチです、はい、パンチです、パンチです。めっちゃ動くな。いや、大丈夫です、大丈夫です。フットサル出ます。はい、お願いします。あ、どれフットサル参加しないのか。するけど、遠いんだもん。遠いって知らない、みんな遠いわ。埼玉県だ。そんなとこ1時間もしない。いや、俺んとこ2時間ぐらいかかるんだ。そうなんですか。都内じゃないんだ。あ、マスク座ってた。俺んチームやったの。すいません。はどれ誰チーム。空気がわかるね。え、ガツガツいかないで。誰チーム。当てるけど、はい、まあどっちかって言ったら守る方なのかもしれないです。それが分かんないから、それが多分この一歩待っちゃう。まあまあ守る方です、はい、だけどジャブが長いんだから、ジャブが向こうにある。はい、いきまーす。そうそう、ゆっくり当ててもそのバチンにいかないで。俺通りは疲れたから。電池はなんで避けないスタンスなの？それで疲れるから避ける。打たせて体力を温存しまう。打たせてじゃないか。ああ、なるほどね。ガードを上げてるの。ブロッキングっていう技術だ。そうそう、騙し合い騙し合い。そう。今のはワードが回る。ワードバランス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 。カズマさん、さっき上。教えたの、ジャブとストレートだけでいいよ。ジャブとストレートだけでいいよ。ジャブと足使わなくていい。足に頼らない。ジャブとストレートだけ。ワンツーの感覚短くてパンパーンって出すわ。パンパーン。その後、ツー、ワンツー。ジャブで相手を崩してストレートで当てるだけ。ナイス、ワードいいよ。ワードいいよ。ジャブ、ジャブ、ジャブ。
そう、自分がそうジャブで崩してから右手で仕留めるそう、あとそうやってもらっても怖くないからしっかりガード固めて、そうよく見て、来るな、まっすぐ来るんだから、ジャブジャブジャブ、怖がるな、怖がる、ジャブジャブで相手のガードを崩す、ガードを離させる、江戸川強えな、そう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 、ポジション変えて、そう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 、相手に的縛らせる、そう、ポジション変えたらすぐ攻撃、そうそう、いいよ、あと1回ぐらいいいとこ見せろ、おい、あと15秒、まだ行け、ガード下げない、ガード下げない、向きになってたらガード下げない、まだ行け、まだ行け、そう、熱くなってたら冷静にガード上げて、行け、最後、やられてもいいから行け、そう、おい、ナイス、ナイス、ヘッドスリップ、ナイス、かわいい、かわいい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、やべえ、いやいや、最後、怒られたから今、いや、ごめんなさい、最後怒られちゃったから、いや江戸川やめてくださいよ、これ以上江戸川呼ぶぞ、江戸川できですから、江戸川やから歩けないですよ、江戸川、いや本当すいません、いや江戸川体が熱くなって、いやでも止めてたんですよ、何個か止めたんですよ、これ以上もやるとやばいんですよ、もう会社だけだよ、これでこれしちゃうと思う、これが悪いから、いや、あれも技術なんだ、ごめんなさい、本当にやるから、はい、すいません、わざわざ、本当にすいません、ごめんなさい、もうこれ以上江戸川を汚せないですよ、やっとさ、もう映らないでください、もうこれ以上映す、すいません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 、ぶっ飛んで出てきたよ、まあ、江戸川だけどな、立ちじゃなくてよかったな、まあ、形はもっとひどいところだな、すいません、すいません、ほんとに、わざわざ、すいません、いいよ、いいよ、全然何ですか、あ、ありがとうございます、すごい音になったけど、いや、大丈夫です、大丈夫です、フェードアウト、わざわざ、音部であのトイレ破壊しようかな、面白いアプリだね、あと2回ぐらいで終了ですかね、11時半まで食べてんだよ、俺が電車とかがあるから、ね、もう早めに食べて、いや、何もやってないですけど、ちょっと行こう、冷凍をいや、ほんとすいません、いや、こうやって定期的に回せとかけてまとめたとか、少ないもんね、ハグルって安くバカにされました、君たちの2件バカにされました、あと軽く軽くっつったよね、ゴムみたいな、熱くなっちゃうな、歯が折れないように、いや、そうですね、止めてたんですか、白でいい、白だけ、ちょっと熱かったですよ、もらってます、何に使ってたんですか、そうですね、僕は誕生日プレゼントもらったんですか、それは自分の歯が出てる、あの方でやってますね、僕にはつながらない、僕は気がしたらよかったですよ、やらないよ、カレーライスの仕方がないですよ、カレー食いすぎた、すごい一瞬でも目を追いついてます、多分カレーとフワッチ配信者多いね、フワッチ何があったか分かんなくて、フワッチ配信者、いや分かった分かった、あ、ほんまに具合抜けてるから、どれも変わってるんじゃ、変わってないけど教えるぐらい、ほんとチャンクスのシワジロー、これさ、ミナビ君はツイキャスなんだけど、まあ、スイキャスだけど、まあ、触るぐらい、いろいろやってる、まあ、できる、あのフワッチです、ヒカル弁で俺ぐらいちょっとついちゃってると気持ち悪いけど、僕のことを騙してボコるつもりでしょ、マジで、もうみんないっぱいいっぱい、ヒカルとヒカルとあのクモンリュウ以外やりたい人いない、じゃああれ、カルリュウでいいですか、グローブと今日の先はうまいよ、グローブはどかしてやってるんだ、僕もあのガムテープイカれちゃってるんで、あ、自分のやつ使います、いやもう、あ、使います、レガースつけて、はい、大丈夫か、はい、レガース俺も使う、マスクにしないですよ、顔変えだけんから、いや、別に光るは大丈夫、光るは大丈夫、あ、お願いします、光る2ラウンド、これだけで、あ、これ、ピザすごい、はい、光る2ラウンドいけそう、2ラウンドきついっすよ、
もう1分でもやばいですよ。ちょっとガチみたいな感じなんですか、俺今から。これ使いな。ちょいガチみたいな感じなんですか。収録だったら。僕結構済ませたから。使われてますから。だから今日はクモンってやってるじゃんっていうことから始まった。まあそうですね。マルカップは？マルカップも大丈夫です。大丈夫です。あれはパンツは？パンツも大丈夫です。僕は結構使ってますから。めっちゃ使ってます。手に使わないでこれ。いやいや、ヒカル君のチュンコ40センチくらいだから足怪我してるね。チュンコ40センチくらいだから。ニキビです。ニキビか。ニキビですか。今日じゃない。今日じゃないですか。これも一週間ぐらい。普通に肌荒れな。もうプルプル来てるもん。ちょっとなんていうのか、セバのために。いや、ちょっとだから、いや、あればもうすぐでもやりたいです。今忙しくて。そうですね、あ、もう確定すればやりたいです。やっとるすぐに。さっきちょっとやりたい。はい、まずさっき弱気そう。はい、こうなってんだね。はい、これはハンマーで叩くしか。いや、全部つばけじゃないですよ。いや、泣かれたらとかライブするかしら。どこを叩くの？ここじゃない、ここ横？ここじゃない、ここ横？はい、こっちだと思うけど。どこ叩くの？肩の高さ。ここ、ここ？ここ叩くんだ。いや、ほんとそれは、いや、もうすごいですね。そこら辺からボン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 。そこは絶対違う。どこかな、真ん中は違う。はいはい、いいよ。どこ、あ、そこね。ガーンってやらすだけやらして、ポーチやめて、やらすだけやらして、うんって滑ったみたいな。あー、しんど。僕らは間違いない。これいざとなった。まあこれ出てないってことですね。ハンマーをね、ハンマーピンチになった。4回失敗してますから。これは股間、4回失敗。次5ランド目ですよ。僕でも2分だからね。3分でしんどい。2分でもしんどいな。もう頑張ってください。3分にしてもらう。最後に狂気を指示した。あと名古屋のさ、因縁の戦いあったじゃん。因縁の殴ったよね。知らん、覚えてない。マジか。覚えてないよ。あれから泣いた時か。そうそうそう。おい、みやび、最後、布団かけてって言われて、ホテル連れて。気づいた朝だった。みやび、布団忘れてる、布団とか言って。いいっすか。いいっす。いいっすか。はい。はい、もう。リング中央、せっかく取ったからリング中央から離れない。クモン君、相手の力で合わせていいよ。自分が中入って、合わせ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 て。集中して見てないから当たっちゃう。見ないと上を見ながら。なんだ、顎は引いてるけど見ないと。そう、見ればよくないよ、こんなもん。上を睨むようにして相手の手、ボディ空いてる。ボディ心配が得意です。早く30秒。30秒、最後の試合。30。クモン、早くブレイク。クモン離して、キャッチャーだから。キャッチしてもすぐ離す。早く20秒。いいぞ、ヒカル、ナイスカウンター。最後行け。あと20秒だよ。もう最後行け。はい、いい勝負だったね、これね。はい、いいハンデだったら。はい、ラスト10秒。はい、行け、引かれて。はい、6、5、4、はい、ブレイク。あと4秒、ラスト4秒。行け、行け。
れてもいいっすよ。ああ、はい、最後握手してちゃんと。いいスタイルだった、コードが。疲れるちょっと今日もスタミナがもなかったな。もうやばい。最後してた。今日はキャッチして倒すのは悪い癖がついちゃったから。これステゴロルールダメだよね、プロジェクト。そうだ、キックルールはダメになっちゃうからさ。ステゴロルールとか、シュートボクシングとかイエローってことですか。ダメじゃないんだけど、あんまりすごく大切な状態もう少しやるから。またやるよ、こっち。はい。安全な状態だからもうちょっと体作ってから行くからなんだもん。ちょっと練習しようかな。戻ってください。やりたいだけなことだから。あとさっきほら、こういうふうに押さえてる。はい。もう、ブレイク。これで押さえて、体が重い。もう押さえてきたら、あの脇は蹴り入れて、聞いてんのか。あ、もう酒のこと考えてますよ。もう酒だね。こうやるときたら、あの脇は蹴り入れて。俺はしない。待って。ハンマー使う。ハンマー使う。それでも勝てない。ハンマー使う。じゃあちょっと片付ける前にランキングを取っちゃいましょうか。はい。それでみんなで片付けて。はい。はい。カン汗がやばい。汗がめっちゃ。名古屋で散々やられたの。汗がやばい。ちょっとエンディング入る。エンディング何？今日からうち上がらんから。インカム。ああ。ね。終わりも。終わり。はいはい。まあ一言的なもんだと。ありがとう。シナチョも雑だね、これ使い角度こんな角度雑だろこれみんな映るよこれ辺カメラの前で人もライブに行くじゃあみんな今日の感想をねすいませんでしたいいよ、大丈夫かなと思ってやっとりまだね体力をしたいや、一人ずつなんか並んで一人ヤバドはい、どうも、キラワルモですいや最後すごかったよ、飛び出しちゃって。めっちゃ痛かった。どこ打った？あ、後頭部っす。やばい。トイレの音がガーン行きました。危ないね、頭は。ワドアンチ喜んでるし。ワドアンチは、先知らねえよ。しばらくザマーでした。毎回撮ったから。毎回撮ったから怒ってる。エンド太郎さん見てますか？エンド太郎さん、捨て頃出させてください。入れるよ。あ、いた。よろしくお願いします。見てた。はい。いや、すまんね。はい。すごいメンツの中で僕だけ過疎なんですけど、でもきっかけなんでしょうね。ちょっと今日はヒカル君のおかげでこういうところに出ると本当に嬉しいです。今日よかった。スゴロ君目指します。よろしくお願いします。それで皆さんに僕らと邪魔したんですけど、そう喧嘩してすみませんでした。一応ね、今回はレオを殴った荒野、そして池上、そして迷惑かけた実際にも謝ってくれた荒野君、池上君、そして僕のリスナーさん応援してくれたと言って本当にあかんだ。本当にありがとう。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。炎上家ありがとうございます。すいません、お礼しない。しましょう。パッティで始まった島次郎、2丁目の島次郎。そんなキャラだった。ちょっとあまり格闘技経験なかったんですけど、とりあえずお腹が痛いです。お腹痛い、体調不良多いな。まだステゴロデータお願いします。出たい。ふわっちでパチンコ配信ばっかりです。パチンカスです。パチンカス。で、今回ちょっとみんなに褒められて、ステゴロツアーあるんであれば出たいです。ベンジョさんやりますんでお願いします。天下はないです。天下はないんでやりましてください。お願いします。お願いします。あらせんです。ストザルです。俺らの企画だよね。11月11日4時から新やっちょ配信でツイキャスで。そうですね、豪華なメンツやりますんで、あさってですね。あさって4時から見てください。実際さっきでいいですか？いますね。ほとんど勝ちだと思います。宮城君も忘れとんかい。忘れてた。リスナーさんもリアドツ町、リアドツ町っていうか、全然交流もね、全然あるんで、来た人は無料やしね。あと今度は室内だから、そう。あんまでもできる。場所は埼玉。ツイッターに書いてます。僕かてるちゃんに。いいね。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。ずっと女の子誰だってね、すごいうるさかったよ。あそこ？なんかみんなね、盛りついた猿。あ、それはね。映るために。あのね、ふわっちのね、AV 男優。おい、俺だよ。あいつを抱いたのか。いやいや、抱いてない。いろいろ協力したね、今ね、あの人ね。いや、今、今日関係なくない？あ、関係ない。
いやでもずっと言われてたからね。やばいやばい、NG なんだ。それはそれはね、あの僕のあの組合のね、あのホモ軍団からね、やられちゃう。ホモなの。ホモキャラなんで。島次郎。まあそれは冗談ですけどね。あの今回あのまあ東京の方向させていただいて、明日はですね、モグゴリの明日もあるんだ。明日モグゴリ。なんと第2回目のゲストにお招きいただきまして。はい。そうなんだ。どんだけってそれやらいいんだろ。そしてね、次の日はまたあのデルチャンピンとね、あのやっちょくんのフットさんと連続で。お邪魔してですね。そして、まあ振り向いた時にね、太郎さん。ね。まあ、ステゴロ2、需要と供給があれば出させていただきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。よし、下見て。シャッ。何だね、今何、今のびっくりしよう。ワン、ツー、ワン、ツー、いや、ほい。めっちゃ熱い。今日は、怪我が、まあ、怪我っていう怪我がなくてね、みんな楽しくできて、いやでも最後危なかったよ、危なかった、ちょっと危なかったけど、まあ、いろんな、いつもと違う組み合わせですごい楽しかったです、ね、これを、こう、だんだんステゴロ2にね、向けて、盛り上がっていくと、特性になったかな、うん、ありがとうございます、お疲れ様でした。どうも、2日目の光です、本当に今回読んどいてね。そう、今日は一応ドレさんと僕で軽く汗を流そうっていうので、あ、そっから始まったんだ。だからもうね、本人はめっちゃ体調悪かったっていう。皆さんで、まあ終わってる。で、まあ僕も今後ステゴロ2出るか出ないかはちょっとわかんないですけど、まあこういう場を設けてくれるなら、僕もちょっと顔出したいとか、ちょっと汗流していきたいなと思ったんで。やったらやったら楽しくなっちゃう。まあね。まあ皆さんよろしくお願いします。じゃあ、ベンチ太郎から。なんでこいつら出る気になってるかな。まだ出すって言ってるよ。お願いします。ある意味オーディションのね、ちょっと審査で12月から決めるつもり。なんで出る気になってる。出たやらしいね、ほんとに。それ冗談で、一応来年6月から10月の間でまたステゴロ2やります。で、今月はリスナーさんからの推薦、この配信者を応援してるんで出してくださいっていうのを DM で募集します。で、推薦が多かった人をそのリスナー推薦特別枠ってことで、過疎だろうが知名度がなかろうが出場させようが。で、来月からはその配信者それぞれが自分から出してくださいっていうのを募集します。で、自己申告もフワッチだけにならない、ツイキャスだけにならないように、一応理想はフワッチ6人、ツイキャス6人、ニコ生6人の計18人で9試合を予定します。すごい。チャンバー、ワンダール。やばいやばい。じゃあ、フワッチ6人みたいな。いや、熱いっすよ。フワッチ。熱いね。フワッチ6人みたいな。自信ある。フワッチばっかしやるね。僕はですよ、ここ。俺今日からツイキャスやるから。あ、そうなの？フワッチツイキャス取れたツイキャス枠。はい。まあ今日はツイキャスやらせてもらいましたけども。まあ、またね。ステゴロはまた3万人いくといいんですね。どれを出すか、どれを出すか。アウトローが多いから、まあ、そこはまあ現状の判断でね。俺だってそうだよ、まあ、やっちゃうまだね、一回と踊るんでね。まあ参加できるなら、ちょっとでもオフショット遊びたいってのできたらクレーム多かったかもだけどね。それを検討してください。頑張ったやっちゃくんのシーンが剥がしてあげたよ。なんで今日ね、やっちゃくんも今日本当に超たまたまだったんですよ。そう、昼まで飲んでて、まあ、撮影ありがとうな。逆にやらせてもらってありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こういう風になったら逆に撮影係に来てよ。いや、全然呼んでくれたら。俺を出すなっていう熱い。もうどこ行っても俺を出すな、俺を出すな。なんか表ではベンちゃんベンちゃんって言うけど、裏で俺の悪口をなんかいい暮らしてくれそうだな。俺が強制挨拶したっていい暮らしてる。いや、何回も俺に電話をしてくるから人が出てる。8回も10回も電話してくるから。仲いいのか悪いか分かんない。俺の睡眠時間を削るんじゃないよ。便所がいらねえって、便所の企画だから。便所いらなかったら全部なくなるよ。やつけんじゃあ最後みんなで、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 どうする？よし、はい、入ろうよ。最後にじゃあ、まあ、ヒカル君とどれのあれだか、なんか締めてそれは別に、俺のってわけやん。ステゴロ2、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 ステお疲れ様です。オッケー。写真撮るお疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと片付けの手伝ってみな。写真パッと撮りましょう。先に片付け。先にパッと写真撮んないよ。
そう、あのツイッターで上げてくれるんです。嬉しい、入りたい、入りたい、これみんな映ってる、ちょっと甘くせえ、みんな前来て、前来て、オッケー、全員入ってるやつか、入ってる、俺か、そうか、俺、そうだね、そっちの位置の方がいいわ、私押します、いいよ、うん、あ、でもいけるか、あ、もう一人いるな、後ろにもう一人いるな、映ってる、もう一回、オッケー、もう一回でしょ、もう一枚押してる、あ、録画になってるよ、録画になってる、もう一回、上からよ、上から、オッケー、オッケー、ありがとうございます、あの自分の道具は下げて、あの片付けちゃうから、ありがとうございます、いや、面白かった、面白かった、ありがとうございます、ありがとうございました、お疲れ様でした、パソコンどうしよう、なんとなく使ったものが出さないです、壊れたの、どうなっちゃったんだろう、これはワンプッシュ、これはレンタル、レンタルとレンタル、多分ワンプッシュだ、これ、何か